ここまでね、今回カジノフィクサーを支えてくれた、私を指導してくださった、いや私は胸を張れるプレーをしたつもりです。やらかしちまってやっちまったということはございません。そのような領域に行かせていただいたのも一重にレオード、エルプー、タックソの3先生のおかげでございます。最後にエルプーね、借金返せなくてよかったけど、またフィクゴロやってそこの賞金で返してくれ。レオード、エルプー、タックソ、そして勝利の真珠軍に最後皆様大きな拍手をいただいて、今日は劇団フィギの最新作をもう一度流させていただいて終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。今日はエンディングテーマでなくて、あれが流れますね。エンディングテーマではなくて、劇団フィギが流れて終わります。今日負け散ったから劇団のネタには負けのあれでやられんな。この劇団は結構ね、私がやってきたことをこうなんていうんですか、それにのっとって劇を作っているのでね、今日シンジとの対決で負けてしまったことはまあ織り込まれちゃうでしょうね、将来的に。悔しいですね。ということで皆さん、こちら聞いていただいて、この劇が終了次第枠は閉じます。それでは劇団フィギ最新作、これタイトルあんのかな、これタイトルわかんねえんだな。まあポンクエオマージュの劇団フィギ第1回ドラマ、監督脚本モーマナ、そしてチーム員の劇団フィギでお送りします。どうぞ。何？ああ、全が。うるさいな。何？お父様からの命令が厄介だっつってんが。まあね。それは確かに。フィクサーってやつがまた何か企んでるらしいから倒してこい。とか言われてもさ。私たちも一緒に暮らしちゃってるもんね。大体ここどこなの？こんな全く知らない原っぱに派遣されてさ。何？もう。フィクサー倒すまで帰ってくんなって言われて。まあ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 。このままブラックか、これ。なんてなんて？今なんつったの？こんなもんブラックか、これ。だの。ブラック国家って、そんな呼び方ある？フィクサーからは青箱探し手伝いとか言われてさ。なんか小さなメダル集めてるらしいよ。俺ら板挟みに頭抱える中間管理職かって。まあ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 。それにさ、さっきから気になってるんだけど、右下の人は誰なの？え？右下の人は誰？それは、中の人だよ。はい？撮影してる中の人だよ。いいの？それ劇中で言っちゃっていいの？まあまあ、みんな分かってくれるよ。初ドラマ化だから。初ドラマ化、言っちゃったよ。
いろいろ試行錯誤しながらやってるからね。演劇の世界は厳しいんだよ。なんだよそれ。あ、何？宝箱あった。え？やったね、宝箱見つけた。中身が小さなメダルだったらこれで帰れるね。ねえ。いや、青箱じゃないんですけど。でもさ、これがもしパンドラボックスだったらどうする？はい。え、どうしよう。逃げられないよ。僕たち勝てるかな？ 100% 大怪我するよ。そもそも青箱じゃないんですけど。もう、何？何？じゃなくて。まあ、それはさておきさ、これがもし万が一怪我したらあれ、労災折れるの、ちゃんと。労災？労災。いや、知らないけど。労災折りないと困りますよ、ちょっと。まあ、でも多分折りるんじゃない？確か。いや、多分とかじゃなくて、労災。だって折りなかったらどうするの？いや、私に言われても。いや、労災がないとかありえないよ。労災がないとかありえないよ。なんで2回言ったん？いや、労災は。いや、労災って何回言うんだ、この人。いや、だって労災が降りないと。いや、労災、うるさいな。なに？労災のこと気にすぎだよ、騎士なのに。なに、もう。何じゃない。もうだってしょうがないでしょ、だって。しょうがないの？これ。もういいじゃん、死ぬわけでもないんだから。いや、死ぬからね、下手したら。いや、まあまあ、万が一死んでも、まあアイテムとか魔法とかでなんか蘇生させてもらえるから大丈夫だよ。それって大丈夫って言わなくない？それ一回死んでるけど。まあまあまあ、死んでも大丈夫だよ。死んでも大丈夫？うん。もう死んでも大丈夫だよ。ほら。うわっ！カカオ？ちょっと、ふぅ。ちょ、何今の？このようにアイテムや魔法があれば、すぐ生き返れるから。怖えよ、お前。なんだ、お前。あれだよ、痛いのは一瞬だけだから。気持ち悪いな、お前は。今の聞いたか？うん、聞いた。確かにフィクサーの声だったね。さては、青箱を開けてパンドラボックスにやられたな。ということは？仕事終わったじゃん。国王様に報告できる。やったー、バイト代出るかな。いいの？僕たちが倒したわけじゃないけど。え？いや、え、じゃなくて。出るでしょ、バイト代。そうなの？バイト代出ないと困りますよ、ちょっと。まあ、でも多分出るんじゃない？確か。いや、多分とかじゃなくてバイト代。だって出なかったらどうするの？いや、私に言われても。いや、バイト代が出ないとかありえないよ。バイト代が出ないとか、ありえないよ。なんで2回行ったん？しかもさっき同じようなやりとりしたし。いや、バイト代が。バイト代って何回言うんだ、この人。それもさっき言ったから、労災のくだりで。いや、だってバイト代が出ないと。よし。帰ろう。おい、お前ら、こんなところで何してる？あれ、フィクサー？なんだよ、驚いた顔して。だって、パンドラボックスに。は？お前ら、なんで知って？あー、いや、なんでもない。フィクサーがやられてくれないと僕たちのバイト代が。は？ああ、
こっちの話、こっちの話。なに、なんか隠してるだろ、お前ら。フィクサーだろ、小さなメダル探せって言ったの。だから僕たち青箱出てくるのずっと待ってたんだよね。ねえ。みんなご苦労様、疲れたでしょ。お、そこに宝箱あるじゃん。フィクサー開けてよ。え、俺いいよ別に。なんで、メダルじゃなくても何かいいもの入ってるかもしれないじゃん。いや、今日はなんとなくそういう気分じゃ。あのね、さっきフィクサーさん、青宝箱を開けようとして。タカコ？え？いや、なんていうか、もう日も暮れてきたし、今日は帰ろう。はい、そうしましょう。なんだよ、お前ら。別に、なんでもない。さあ、帰ろ帰ろ。そうね、みんなでお夕飯にしましょう。はーい、はい、はーい。ここが今僕が夢を見上げる場所、その夢から僕の場所は見えるはずも。